はい、こんばんは、山亮と申します。さあ、解決ヤマペディアの時間がやってまいりましたよ。まあ、皆さん的には毎日嫌というほど、見させられてるか、もしくはクリックすらしていないと、思うかもしれませんが、実はね、14本撮りのやつがね、今日からで終わって、こっからね、また新しくと、まとめ撮りを、してきますよという形になっております。ちょっとほやで画面とかもね、大きさとか変えたりとかね、ちょっとずつね、改善はしてますよ。ほら、ね、今日の1枚も同志社のところからロンドンに変わりましたね。あら、綺麗なマーケット。いいですね、マーケットなんだな。では、早速ね、最近の更新じゃない、お任せ表示の方でね、新しい知識ね、まあもちろんもう私は知ってることなんですけどね、お任せ表示をね、見ていこうと思います。何が出たって私は知ってるんですからね。固有名詞、人物名は避けてくれ。頼むぞ。西十和田テレビ中継局。テレビ局です ではない。いや、知ってるよ。西十和田にあるじゃん、ね、中継局。知らないですかね、皆さん。ね、もう青森県民ならもう皆さん知ってるはずですよ、西十和田のね。ね、まあ一応ね、まあウィキペディアさんに書いてあるね、記事通りに説明していきましょうね。はい、西十和田テレビ中継局は、青森県黒石市に置かれている、黒石市でいいよな。いやいや、知ってますよ、知ってますよ。ね、そう。テレビ中継局である。ね、中継局なんですね。はい。こんな感じでね、各、青森の、あれですね、そうか、地方の、やってた、6チャンネルね、ここから中継されて放送されてますよ、ということでございますね。所在地は、黒石市の、袋、あざ、滝の沢かな？っていう、多分山の中のはずですよ。Google マップで見てみましょう。山の中のはずですよ。あざ、滝の沢。この辺りらしいですよ。ほら、だいぶ山の中。ね、そう。こういったところにね、電波塔は置きますからね。そういうことで、放送地域は、黒石市の一部と。黒石市東部大半が、この中継局から、交付されてますと。これね、私の住んでる三重県だとね、なかなかちょっとピンときにくいところではあるんですけど、要は三重県の場合は、まあ、南部は違うんですけど、尾鷲とか熊野に行くとね、だいぶここと同じような様相を呈してくるんですけど、で、私たちの住んでる北中部西の方のあたりっていうのは、基本的に平野がドーンと広がってて、そのど真ん中に名古屋からテレビ塔があってね、電波がポーンと出てますんで、結果的にね、東海3県はそこから海が広がってますから、何せ遮るものがないもんで、電波、そのでかい基地局からね、ポーンと発信した電波がね、ほぼほぼこう拾えるわけでございますよ。ところがですね、これ山あいにあるとそうはいかない。ね、三重県でも、伊賀なんかでも中継局を置いてある場合ありますし、特に南部のね、紀伊地方ね、東紀州って呼ばれるようなね、熊野、尾鷲とかあっちの方になると、電波がね、見事に遮られる形になってるんで、こういった中継局のとこから電波を飛ばす。なんでちょっとね、ラジオなんかでもね、周波数が変わったりしますよね、この辺りに来ると。そういうのがあったりするんですけど、まあ、こういうふうに、やってます。だから、こっちの方に行くとあれなんですよね。東海3県みたいな感じで広いエリアをカバーする、ようなところがなくて、こういった1県ごとにね、地方局っていうのがあったりするんで、なかなかローカル局独自の番組が作りにくかったりとかね、そういうのがあるはずなんですけど、まあ、とりあえずこういった感じでありますよと。で、アナログの時でテレビ放送は、まあ、こんな感じで、放送があったってことですね。これはもう終わってますよね。っていうことです。まあ、いろんな、ね、こういった、一つの記事に対しても、ね、いろんな、こんな、出典とかにちゃんとついてる、エビデンスがついてるね。いやー、ウィキペディアさん、素晴らしいじゃないですか。ということでですね、黒石市のね、この、電波中継局、まあ、今日もまたね、新しい知識が身についたんじゃないでしょうか。ということでですね、こういった中継局なんかもね、もう幅広くカバーする、さすがウィキペディア、そして、我が、山ペディア、スターステルチャンネルということでですね、これからもね、いろいろなね、雑学をね、どんどん毎日ね、発信、
月曜日か金曜日はね、こっちの方でやってますんで、で土日はね、旅動画とかもね、やってますからね、よろしければね、またね、ご登録とかね、いただいて、チャンネル登録とかね、いただいたり、高評価とかね、あとね、本当にね、もうどんなことでもいいです。コメントね、いただきましたらね、嬉しいんで、ぜひよろしくお願いいたします。ということで、また明日も、この、ヤマペリア、解決ヤマペリアでお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。